マリオン・ジョーンズは、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス出身の女子、陸上競技選手。アメリカ以外に、両親の出身地であるベリーズの国籍も持つ。フローレンス・ジョイナーの後継者的存在であり、オリンピックで5つのメダルを獲得したが、禁止薬物の使用が発覚したことでジョーンズは、獲得したすべてのメダルを、返還。2000年9月以降のすべての陸上記録が、抹消された。 バスケットボールと陸上競技の両方に秀でていたジョーンズは1992年のジュニア世界陸上選手権に出場した後にバスケットボールに軸を移しノースカロライナ大学の一員として1994年の NCWA 女子バスケットボール選手権で優勝する。怪我により1996年アトランタオリンピックの選考から漏れると 今度は陸上に専念することを決意した。1997年世界陸上競技選手権大会では、総幅跳びでは10位だったものの、100メートルで優勝した。1999年世界陸上競技選手権大会では、4つのタイトルに挑戦したが、100メートルで優勝。走り幅跳びで3位の後、200メートルの予選で肉離れにより危険した。 2001年世界陸上競技選手権大会でも圧倒的な実力を持つと見られていたジョーンズだが100メートルではウクライナのザンナ・ピンツセビッチとの接戦の末敗れ銀メダルとなった陸上転候以降100メートルで敗れたのは初めてのことだったが200メートルと 4X100 メートルリレーでは金メダルを勝ち取ったアテネオリンピックでは総幅跳びで5位 4X100 メートルリレーでは決勝でバトンミスしてしまい失格となった。ジョーンズは取材に対して完全に失望したわ。なんて言ったらいいかわからないわと答えた。しかしまたオリンピックでの挑戦はこれで終わりではないとも述べ再挑戦の意向を示した。2006年6月23日の全米選手権において100メートルを11秒10で4年ぶりの 優勝を果たし、さらに2006年ゴールデンリーグパリ大会において10秒92で優勝し、完全復活をアピールしたが、2007年10月5日に引退を表明。2005年の新春に TBS のアテネゴリン美女総出演アメアガリ極楽、トンボ園の体育会 TV2005 に出演するなど、時々日本のテレビ番組にもゲスト出演している。 2010年3月10日、バスケットボールの米女子、プロリーグワンバのタルサショックと契約を結び、バスケットボール界に復帰することになったが、2011年シーズンは出場14試合で、平均得点が1点以下とほとんど活躍できず、同年7月21日にチームを解雇された。米国反ドーピング機構は、バルコ社によるドーピング疑惑事件に絡み、薬物使用の疑いで、 ジョーンズに対する調査を行った。この会社はメジャーリーグでシーズン最多本塁打、通算最多本塁打の記録を更新したバリー・ボンズに薬物を提供したとされる会社である。2004年12月3日にはバルコ社の創業者ビクター・コンテが ABC のインタビューに答えてジョーンズが2000年シドニーオリンピック前と期間中。 および期間後に5つの異なる不正薬物を使用していたと述べた。2007年10月4日、米ワシントンポストはジョーンズが自らが書いた手紙の中で1999年から2年間にわたりクリアを含む薬物を高知に栄養補助のアマに油と偽られて使用したことを告白していたと報じた。翌5日には 薬物使用問題に関して偽証罪で訴追されていたニューヨーク州ホワイトプレーンズの連邦地方裁判所にて連邦政府がドーピングに関する調査を行った際にステロイドホルモン剤の使用を否定したのは偽証であったことを認める証言を行い同時に現役引退を表明2008年1月8日ジョーンズは2000年のシドニーオリンピックで獲得した3個の金メダル 二個の銅メダルをアメリカオリンピック委員会に返還、同大会以降の記録抹消にも応じた。ウサダはジョーンズに2年間の出場停止処分を下した。特にメダルを獲得した1600メートルリレーと400メートルリレーに関しては、USOC は他のメンバーにもメダルを自主返還するよう呼びかけており、余波が広がった。同年12月12日、IOC は、 マリオン・ジョーンズを2000年シドニー、2004年アテネ領、オリンピックにおいて失格とし、また彼女の陸上競技記録をすべて抹消した上で、2008年開催の北京オリンピックから追放すると発表した。その後、IOC は2008年4月に、リレーの他メンバー7人についてもメダル剥奪処分を決めたためスポーツ仲裁裁判所での仲裁に持ち込まれ、 2010年7月16日に失格処分は無効と裁定され、7人についてはメダル剥奪は撤回されている。2008年1月11日、偽証罪などで禁錮6月の実刑判決が言い渡された。その後は3月7日よりサンアントニオの刑務所に服役し、9月5日午前8時に出所した。1998年、 ノースカロライナ大学の陸上部のコーチであった、砲丸投げ選手、C.J. ハンターと結婚した。結婚に際して、選手、コーチの交際を禁じた、学内規定によりハンターは解雇された。ハンターは、禁止薬物ナンドロロンの陽性反応が出て、シドニーオリンピックへの参加資格を剥奪され、1年後、ジョーンズは、ハンターと離婚した。その後、 ジョーンズは100メートルの全世界記録保持者、ティム・モンゴメリと交際し、2003年に彼との間に、長男が生まれた。ジョーンズは妊娠のため2003年世界、陸上選手権への出場を見送り、翌2004年のアテネオリンピックへの出場を目指して、調整を行った。モンゴメリは2005年末に、ハンドオーピング期間の裁定が出されると、引退を表明。 ジョーンズとも離婚したことを明らかにした。2007年2月24日、ジョーンズはシドニーオリンピック男子100メートル銅メダリストのオバデレ・トンプソンと再婚した。ありがとうございます。